ってくださいね。焼肉定食注文しました。雪解けたけど、まだ石野さん、なんもう今日はまあ向こう行かはれへんやろうけどね、なんか前はすごかったですよね。すごかったですよ。見ました、 YouTube 見たら、ちぐさのあっちの大雪の方を通ってきはったからね。ね、なんかずっと引っかかってたのが、なんか焼肉定食でしたっけ。ですけど、しますよ。はい。あ、目でね、ちょっと変えたんですよ。あ、変えたんですか。あ、はい、あらま。でも、できますよ。どんな感じなんですかね。なんかもう、ここで焼くとかじゃなくても、向こうの方で。そうね、少なくしたりしないとね。そうですよね。うん、それわさびの畑で作ってるやつです。緑の葉っぱはね。あ、そうなんですね。焼肉定食注文しました。なんかカツ丼がすごい有名でしたっけ。まあ、つゆだくにしてるんでね。ね、ですよね。で、前、一番最初カツ丼食べた。そうですよね。そうです、カツ丼食べられます。いやね、あれからコメントがあって、カツ丼が美味しいですよってきて前食べたけどな、とかってそうですよね、一番最初確かカツ丼
でいいんですか、これで食べてみてほしい。つけて、あのコロンで食べたらいいんですね。そこへちょっとずつちょんと入れて、もうちょっと入れたらいい。これ、うん、そうそうそう。あ、じゃあちょっとこれで食べてごらんよ。あ、臭みないですね。美味しいですね。すごいなんか脂身がないから、たぶん美味しい。鹿はね、ないね、脂身。ありがとう。なかなか精神肉当たれてんよ。ないですね、全然食べたことないですね。うんうん、よし。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。